それではね、地球誕生46億年前から今まで現代までをちょっとね、生物の進化という観点から解説してみます。ね、ちょっと雑談多めで解説します。正確な、ね、知識はね、教科書を、ね、しっかり読んでいただいて、雑談多めで今回は、話したいと思います。ね、様々な、ね、エビデンスレベルを織り交ぜて、ね、説明してしまうけど、ちょっとね、勘弁でご容赦ください。ちょっと、確かな話から不確かな話まで織り交ぜて解説してしまうけど、ちょっとね、ご容赦ください。で、早速雑談だけど、地球誕生は46億年前ってこれ古すぎるんですよ。なんていうか、めっちゃ古いんですよ。で、生物学者って、生物学者が何に困ったかっていうと、まあ、ここではね、宗教的な議論は避けるけど、当時、生物たちは神様が作ったっていうふうにもちろん言われていて、で、だけど、俺たちが研究していくと、地球の歴史がめっちゃ古いと。めっちゃ古くて、しかも、ところどころに、今の生物とは似ても似つかないような化石が出てくるんですよ。わけのわかんない化石が出てくるんですよ。で、これ一体何なんだって話になって、で、まあ、キュビエなんていう古生物学者は、神様をね、もちろん信じてる古生物学者は、いや、もしかしたら、神様は定期的に生物を滅ぼし、ね、滅ぼされて、生物は神様に滅ぼされて、で、我々今生きてるのは、ね、神様が、最新にね、最新で作った生物たちなんだ、みたいな、説を立てた。だから、神様が生物を作ったっていう説と、ちょっとね、この化石たちが、化石たちが結構相反するので、ちょっとね、生物学者たちがね、混乱していったっていうね、時代もあります。もちろんこの講義ではね、40億年前に生まれた生命が、ね、共通祖先が進化していったっていうね、説でもちろん講義をします。では、そこから科学進化が起きていきました。ね、パスツールはね、自然発生説を否定したけども、パスツールのフラスコの中にはね、あれだけのね、体積の溶液しかなかったけど、その溶液をね、海の体積分用意して、で、しかも当時は、ガンガン、オゾン層がなかったので、ガンガン紫外線が降り注いでいた。海にね。もちろん、雷も落ちただろう。ね、熱水も噴出していただろう。ね、まあ、様々な化学反応が起きやすい条件が揃っていた。そこで、無機物から単純な有機物、そして複雑な有機物、ね、アミノ酸が生じ、アミノ酸がつながってタンパク質になり、ね、ヌクレオチドが生じ、ヌクレオチドがつながって核酸になり、ね、そして細胞が生じ、生命が誕生していったって言われてます。その流れを化学進化って言います。で、ここからね、数字が、切りがいいですね。40億年前生命誕生、30億年前シアノバクテリアが誕生。このシアノバクテリアの、シアノバクテリアが酸素発生型の光合成を地球上で初めて行ったって言われてて、まあ、27億年ぐらい前に出現っていう本もあるけど、まあ、ストロマトライトってね、根拠があって、結構証拠が残ってるんで、まあ、大体30億年ぐらい前にシアノバクテリアが誕生したのは間違いない。で、水を分解して酸素を発生する型の光合成を始めた。これが、生物が地球上で初めて行った大気汚染。この酸素、ね、ものすごい有毒なので、他の酸素に耐えられないような生き物は全員死んでいった。ね、はじめね、この酸素は海水に溶けている鉄と反応して酸化鉄になって、ね、そしてこの酸化鉄はね、島状鉄鉱層になっていきました。我々鉄鉱石をね、今、島状鉄鉱層から取ってます。で、海中に溶ききれなくなった酸素は、大気へ出ていって、で、やがてね、オゾン層の形成につながっていくわけです。で、このオゾン層はね、生物の陸上化を可能にしました。で、20億年前に真核生物誕生、ね、まあ、角膜の獲得とミトコンドリアの獲得、どっちが先に起こったかわかんないけど、まあ、この辺でね、真核生物、ね、ミトコンドリアを持つ真核生物が誕生していきました。まあ、その、好気性細菌が、真核生物の祖先に共生してミトコンドリアになって、シアノバクテリアがまたね、共生して葉緑体になっていったっていう説は、まあ、正しい。けども、おそらく、その話はね、単純ではなかったって今言われてて、シアノバクテリアがまんま葉緑体になっていったわけではない。実は、他のバクテリアの遺伝子の水平伝播なんかが起こったりなんかしていたっていう説の方が有力で、まあ、あんなね、教科書で習うほど簡単な話ではなかったんだけども、まあ、まあ、大体ね、まあ、20億年ぐらい前に、まあ、とにかく真核生物が誕生していた。で、10億年ぐらい前に多細胞生物が誕生していきました。エリアカラ生物群なんてね、めちゃめちゃ有名な多細胞生物たちが、見つかっています。で、これはね、すべて先カンブリア時代の話なんですね。これめちゃめちゃ長いんですよね。これがすべて先カンブリア時代の話です。では、古生代に移っていきます。古生代。カンブリア紀ね、有名なカンブリア大爆発が起きました。ね、様々な生物が多様化していきました。これもね、二つ説があって、
全ての生物が多様化していったっていう説と、もしかしたらこのカンブリア大爆発は、全ての種レベルではなくて化石になりやすい生物の大爆発だったのかもしれない。俺たちってこういう進化の歴史を解明するときに結構化石を根拠に論じることが多くて、で化石って化石になりやすい生物と化石になりにくい生物がいるんですよ。だからそこら辺公平に論じなきゃいけなくて、もしかしたらカンブリア大爆発って化石になりやすい、生物の大爆発だったのかもしれないっていうね、まあ、そういう説もあります。で、まあ、バージェス動物群なんかが有名ですよね。まあ、なんていうの、カンブリア大爆発ってもう明らかに、食う食われるの関係がもう あるってもうあるってことに、あるっていう説が一番、支持されていて、もう明らかに他の生物をもう食っていたような生物が見つかっている、まあ、アノマロカリスなんてね、有名だよね。で魚類もね誕生してきましたね。でもこの魚類ってね、我々が普段食べてるお魚とはねちょっと違くて、形態が違くて、まだね顎はなかったって言われています。だんだん顎を獲得して繁栄していきます。顎の獲得ね、最近注目されてるけど、顎を獲得するということは当たり前だけど他の生物を噛み砕くことができるんだね。だけど、顎を獲得していろんなものをガンガン食いまくると、不必要な異物まで食っちゃうんですよ。でそれを体内でどうにか処理しなきゃいけなくて、それが生物基礎で勉強する適応免疫の進化につながっていったんですね。顎の獲得と適応免疫の、獲得って結構足並み揃ってて面白いんじゃない。雑談です。オルドビス期までにも、オゾン層が形成されてきました。このオゾン層が有害な紫外線を吸収するので生物の陸上化が可能になったっていう点はとってもテストに、よく出ることです、ね、この板書で一番よくテストに出ることです。でその証拠って言ったらおかしいですけど、シルル紀にはクックソニアっていうね陸上植物の化石が見つかっています。クックソニアってね、こんな形でね、こんな形で二股にこう分かれてて、もうわけわかんないよねこれね。植物の出現は、陸上植物の出現ね、オルドビス紀にする本もあって、オルドビス紀からね胞子の化石みたいのが見つかっててるんだけど、まあでもとにかくね、まあ、シルル紀からねクックソニアっていうね、あの世界最古の陸上植物の化石が見つかっています。でこれがちょっと難しいんだけど、これクックソニアね、クックソニアがいるじゃん。こんな生物がここら辺めっちゃね見つかってるんですよ。俺一応シダ出現ここにしたけど、何をシダとみなすかって結構難しくて、だからねこの辺結構曖昧にしてます教科書。いずれにしろこんなやつがシール時からデボン期にかけて、もうこれ、植物の進化的な実験が行われたことは間違いなくて、こんなやつがいっぱい出現してくるんですよ。でこれがおそらくこうなってでこうなっていって、難しいねこれ大学生だったら勉強するけど、一本だけが長くて脇っちょに反れるやつらが出てきて、でもしかしたらここがベターっとくっついて葉っぱになっていったんじゃないかっていう説とか、まあもちろんね、幹細胞が増加したとか、遺伝的なね、あの葉っぱとか根っこの遺伝的な、突然変異が起きたとか、葉っぱとか根っこを生じさせるような、ね、あの遺伝子レベルのね、あのもちろん変化が起きたっていう説いっぱいあるけど、まあとにかくもう形がねわけわかんないんですよねコケかな、これこんな、これコケみたいなね、シダみたいなね、まあもちろんあの大学生になったらね、あの勉強してほしいけどね、これをねコケとかシダとかね、あのそういうあの言い方はしませんね。あのさまざまなね、さまざまなこの時期にね特徴的な植物が出現してきました。でデボン紀ね、デボン紀はね、カエルの絵が書いてあるけど、両生類出現しました。でこの辺にね裸子植物が出現してきました。でデボン紀って魚類の時代って言われてて面白いでしょ。で魚類が大繁栄した時代なんだってね、なんとなくそれ聞くと魚類たちがこうね、あのなんだ、もうわーいみたいな、僕たちの時代がね最高だ、ね、魚類の天下だっていうイメージがあるかもしれないけど、それ間違ってて、魚類が大繁栄したってことはこれ熾烈な、ニッチをめぐる、なんだ、同じ生息環境にさまざまな魚類が現れたってことは、それ熾烈な競争がそこで起こるってことなんですよ。で弱い魚類、強い魚類がいて、で弱い魚類は逃げなきゃいけないんですよ。で逃げてどこに逃げるかっていうと水辺なんですよ。で水辺にはもう当時植物があった、そこには草や枝がいっぱい落ちていた。でそこにいっぱい落ちてる草とか枝をかき分ける構造があった方が有利だよね。ね、
隠れるんだから、その中に。で、しかも草とか木がいっぱい落ちるってことは、それが分解されていく。で、分解されていくってことは、酸素が消費される。ね、水中の酸素レベルが下がっていく。そしたら、外気、ね、外気の外の空気、水の外の空気を吸える方が有利だよね。おそらくそういった事象が重なって、洗濯圧がかかって、両生類が生じてきました。まあ、カエル飛び込む水の音、デボーンで覚えてもいいんだけど、でも、まあ、そういったね、まあ、事情が重なって、両生類が誕生していったっていう説もあります。で、石炭紀、ね、木星下の大森林が石炭になっていきました。林木なんかがね、有名ですよね、木星下ね。林木なんかが有名ですよね。林木ってね、つくしに一見似てるんだね。つくしに似てるんだけど、ね、つくしとのね、違いはね、林木は30メートルぐらいあるんですね。面白いですね。面白いですね。で、なんだ、これも雑談だけど、この木。木性質だね、これ木ね。実は、リグニンっていう物質が、沈着すると木化が起きる。木になっていく。そのリグニンってめちゃめちゃ頑丈な物質で、カビですら分解できないっていう説もあって、しかもこの当時、まだそのリグニンっていう物質を分解できる生物は少なかった。だから、なかなかこの大森林分解されずに石炭になっていったっていう説もあります。まあ、その辺ね、この時期にね、爬虫類も出現しています。木性下の大森林があった石炭紀。で、もうね、有名なペルム紀ですね。これ20カ所だな。覚えなくていいけど、ペルム紀には、小学校の国語でやったかな、パンゲアが存在していました。ね、ここでね、テストに出るからね、三葉虫×とか言って、なんかね、さらっと書いてあるけど、ね、ペルム紀末の絶滅って、これ、一説によると、この地球上の種の 90% が絶滅したって言われてます。おそらくこのパンゲア関係してたって言われてるけど、地殻変動、火山活動、まあ、いろんな原因がね、提唱されていますが、ものすごい最大レベルの大量絶滅が起こりました。その中の一つがこの三葉虫の絶滅です。三葉虫ってこんな話しててね、博物館行ったらね見てほしいけどね、中央と、ね、右と左でね、1、2、3で3つに分かれてるね、形してるから 3つに分かれてるようなように見えるから三葉虫って言いますがね、ここで絶滅して他の生物と一緒に絶滅していきましたね。一時期ねものすごい多様化したんだけど、ね、絶滅していきました。三葉虫と言いながら三畳紀には生存できなかった、かわいそうですね。で、三畳紀にね、哺乳類が参上しますね。哺乳類参上ね、哺乳類参上三畳紀ね。爬虫類のもちろんね、中生代は時代ですよね。爬虫類が大繁栄した時代ですね。ジュラっていうのはジュラシックパークのジュラですよね。待ってですね、てかまあ、ジュラシックパークのジュラはもちろんジュラ紀から来てますよね。で、もちろんね、これ見て、この魚類の時代のデボン紀で、わあもう魚類大繁栄ってことは生息地終われね、そして陸に活動を見出したね、今回も爬虫類ね、ジュラ紀中心にもう大繁栄、爬虫類大繁栄だけど、大繁栄ってことは生活場所をめぐって熾烈な争いが起こるね、じゃあどこに行くんだとね、どこに行くんだつうとね、空があるわけですよね。もちろんね、空を飛ぶ生き物ってね、始祖鳥だけではなくてね、他にもいっぱいいたけども、始祖鳥が、ジュラ紀に誕生してきました。ね、始祖鳥、爬虫類の特徴の歯、そして鳥類の特徴の羽毛のある翼を持っている始祖鳥が誕生してきました。で、空に、活路を見出したわけですね。まあ、始祖鳥がどう飛んでたかって結構いろんな説があって、ね、まあ、高いところは飛び降りてか、それでも走ってブーッと飛び上がるか、まあ、いろんな説があって分かんないけども、まあ、とにかくね、羽と、ね、羽毛のある翼を持つ始祖鳥がここで出現してきます。で、白亜紀に恐竜やアンモナイトが絶滅しました、ね、ここ隕石が落ちましたよね、有名ですよね。白亜紀末、ね、6600万年前、ね、隕石が衝突し大量絶滅が起きて、恐竜アンモナイト、このアンモって書いてあるのはアンモナイトね。アンモナイトを絶滅していきました。これもね、隕石の衝突は、まあ一日っていうか、まあ一瞬のレベルだった。だけど、恐竜の絶滅ってもっとね、スパンのある出来事だったんですよ。
一つの説には、白亜紀には花を咲かせる被子植物が、ね、あの種子植物の中の被子植物ね、裸子植物の出現から結構ねだいぶ経って、被子植物の出現が、被子植物が花を咲かせる被子植物が出現しています。でもちろんね、被子植物花を咲かせて昆虫と手を組んだわけですよね。まあちょっと言い方は不適切だけど、昆虫と手を組んだ、花粉運んでくださいねってね。で昆虫と被子植物ね、仲良く手を取り合って、繁栄していきました。でこの昆虫っていうのは哺乳類の餌なんですね。昆虫が栄えると哺乳類も栄える。そして哺乳類、生まれたての恐竜の赤ちゃんを食べていた哺乳類もいるという説もあります。なのでもしかしたら恐竜ってもう白亜紀末ぐらいまでには被子植物、昆虫、哺乳類にもう追いやられていたのかもしれないという説もある、ね、恐竜の餌となる裸子植物が減っていったという説もある。もう恐竜もう細々と生きてたところに隕石が落ちてきてとどめの一撃を食らったという説もあります。隕石が落ちてきて塵が舞って太陽が隠されて光合成をする生物の活動レベルが下がって、で光合成をする生物の活動レベルが下がると食物連鎖が大打撃を受けて、食物連鎖の大打撃を一番その影響を受ける生物は体がバカでかい恐竜だったっていう説があります、ね、とにかく白亜紀末に恐竜とかアンモナイト、ね、恐竜を含めた、ね、アンモナイトも、恐竜とアンモナイト、ね、絶滅していきました。そして新世代に入るともう哺乳類の適応放散が始まって哺乳類が適応放散していくわけです。もう完全に新世代は哺乳類と被子植物の時代です。まあ、別の動画で、ね、人類の進化ちょっと解説したけど、新第3期には人、ね、第4期には原生人類が出現していきました。この地球誕生から今までの46億年の歴史を1年に例えると、だいたい夏休みあたりはどこだと思う？地球誕生から今までを1年に例えると夏休みぐらいね、8月ぐらいはどこかな。実はここ真核生物の誕生あたりなんですね。これが8月あたり、でこの恐竜の絶滅6600万年前は実はクリスマスあたりで、我々人類が文明を持った1万年前っていうのは実は1分なんですね、12月31日、59分で、そこから我々人類が1万年の文明の歴史を開始するわけです、ね、いかに我々人類が、新参者かということが分かります、ね、以上46億年の生物の進化の、46億年の歴史、そして生物の進化の歴史をねちょっと、雑談交じりで、ね、解説してみましたね。さまざまなレベルのエビデンスを、混在させて本当に申し訳ありません、ね、ぜひね教科書資料集でもう一度ね復習してみてください。